あなたがこの動画を見ているということは、あなたはすでにもう変化の最中にいるということです。1月1日、あなたは私に夢を教えてくれました。今どうしていますか？どのように夢への一歩を踏み出しましたか？この半年で何を得ましたか？なぜこの夢を追い続けているのですか？もし今あなたが困難の中にいるなら、私はそれをとても嬉しく思います。それはあなたが夢に真摯に向き合っている証だからです。私にはこの半年はとても長く感じました。いくつもの変化や困難に出会った半年だったから。変化を起こさなければこの半年はあっという間に過ぎたでしょう。今私たちは人生の岐路に立っています。きれいに整備された道、街灯もない見通しが悪い道、どちらを選べばいいのでしょうか。私たちは同じ方向を向いているけれど、行く道は様々です。道すがら誰かに否定されることもあるでしょう。行く道は間違いである、目的地にたどり着けないだろう。でも自覚すべきだ。私たちはわがままであるということを。自分の夢を追いかけることの贅沢さ、今いる環境に満足できない貪欲さ、だから夢を叶えるとき孤独になる。それでも叶えたいものが私たちの中にはある。私たちはこの半年間で積み上げたものの上に立っている。まだ足元はぐらついているかもしれない。それでも半年前より見晴らしは良くなったと信じよう。この半年の行動が今の私たちを作った。道のり遠くて暗く思えたとしても、必ず夢は叶えることができる。だって私たちはすでに変化を起こしているのだから。あなたの夢の話の続きを聞かせてください。